阪神タイガース17安打16点で DeNA に勝利。バザーイバザーイバザーイ。はい、ということで、阪神タイガースが先制したんですけども、藤浪投手が、3回裏に一挙5点入れられて、逆転されました。しかし、次の回すぐに、福留さんが、スリーラン、逆転スリーラン打ってくれました。これで藤浪投手の勝利投手の権利が復活。これですよこれ、ピッチャーがあかん時はバッターが助けてあげる、こういうのを見たかった、というか今日もやってくれました。大川選手、シングルヒット1本に、ツーベースが3本。まだ規定打席は達してないんですけども、打率が3割9分3厘。もう止められない。もう解説の岡田さんも、大川4番打たしてもええんちゃうんかな、おー、言ってましたからね。もう今日は阪神終盤にダメ押し。ね、早田も打った、鳥谷選手も打ってくれた、梅野選手もホームラン打ってくれた、糸原選手も打ってくれた、糸原選手なんて4安打ですから、7、8、9回で10得点。岡田さんなんてもう、極端。もう明日取っとけ、言ってましたからね。ベンチだったら打つな言うけどな、言ってましたね。いや、打つな言うんや。そこまで言うんや、思って。けどまあ確かに、ちょっと心配っていうのはありますよね。こういう試合の次の日に限って、0対1で負けてしまうっていうのはありますから。けど、大川選手を中心に絶対打ってくれますよ。ね、今日は2軍で、ナバーロ選手がセンター前ヒット打ちましたよ。これどうでもいいか。はい、ということで明日はなんと岩田投手ね、頑張ってもらいましょう。はい、今日は皆さんね、気持ちよく寝ましょう。はい、今日のとか以上でございます。どうもありがとうございました。